はい、こんにちは、カズボーです。ポケットモンスター、ソード&シールド、続きやっていきたいと思います。ここね、シュートシティですね。ここ決勝戦なんかな？ポケモンがね、ネギがないとね、まあやり方ね、まあ分かってて、まあ途中までね、カモネギでやってたんですけど、特殊なね、進化方法だって分かってね、またね、一から作ったんですけど、まあ前回そんな話やっててね。10番通りを攻略して、この感じになってます。実はレベル高いかもしれないけど、同じようにずっと使ってますからね。さて。あれ？いよいよだね。厳しいジムチャレンジを勝ち抜いた私ら4人だけのセミファイナルトーナメントだよ。4人だけ？まあ、勝ち上がってチャンピオンと試合するのは私だけどね。この人でしょ？毎度おなじみ、僕、クールガイボールよ。ドリームボール。眠り状態のポケモンが捕まりやすくなる。はい。こんなんもね、ヨルブだっけこれ。なんか捕まえてるんですけど、一人、二人、ボッコ選手だ。受付だぞ。俺なんか一番でエントリーしちゃったぜ。一番、つまり一番のトレーナーってことだぞ。そう。ボッコ様ですね。活躍は拝見しております。決まりですので、ジムバッジをチェックいたします。お前と大舞台で戦う準備がバッチリ整ったな。でも、ビートはダメだったんだな。あいつならなんとかしそうなのに。まあいいや。それよりもさ、ボッコ。控室に行こうぜ。4人って言ったらなんと1人誰だろうね。ジムチャレンジを突破したジムチャレンジャーたちによるセミファイナルトーナメントです。準備が整いましたら、スタジアムのコートへどうぞ。セミファイナル。まあ、ファイナルではないんだよね。これを勝っていけばいいんだ。はい、行きましょう。あんたならジムバッジを集め、ここに立つと分かっとったよ。兄貴のこととか、スパイクタウンを盛り上げるとか、いろいろあるけど、結局、私自身がチャンピオンになりたか。だから、あんたのチーム気持ちよくおねんねんさせちゃう。まあ、全員に勝ち抜いたんだね。はい、マリー。これ二度蹴りでね、落としてたけどね、今ローキックに変えちゃったので、ダイマックスなんかはまだしなくていい。はい、チャンピオンになるためにあんたをコロッとやっちゃうね。あ、そっか。格闘、そうだね、しまったんだね。いいか、火炎ボールで。この一撃面白いね。まあこのままでいいか。何出すんだろう、最後。モルペコかな ?66。いや、このままで。まあ、ここまではね、行くよね。行かなくなってくる敵もいるだろうから、そのうちに。はい。命がけ？何それ。命がけで相手を攻撃する。自分は瀕死になるが、相手に HP 分のダメージを与える。163与えるってことか。
いやこれいいや、でも最後の最後で自爆みたいなもんだよ。モルペコも蹴りで落ちたな。ダイマックスでもしないだろ、まだ。なんだろう、あと一匹。オーロンゲって何？みんなの英雄があるったい。自分の、あ、絶対の絶対に、読めなかった。オーロンゲって何だ？これってあれか、フェアリーの、なんだっけこれ、フェアリーと悪のやつか。ってことは待てよ。悪？鋼聞くか、じゃあ。鋼と、待て。一発カインボールかましてやろうか。でかくなるでしょ、これ。全部蹴りで倒した。負けちゃったけど、あんたたちのいいところたくさん分かったよ。ずっと使ってますかね。だってあれ嫌でもレベル上がるもんね。スタジアムのみんなが私たちを見ていた。私はポケモンへの応援しっかり聞こえとった。嬉しか。負けたけど見ていたみんなを熱狂させたんだ。なんかよかね。誰がチャンピオンに挑むのか、兄貴たちと一緒に、客席から確かめるとするね。あんたの応援をどう、するかどうか決めとらんけど、じゃあね。ポコ、決勝で待ってるんだぞ。お前の試合を見て 1000% 勝つしかない。そんな感じで俺のチームはバチバチ燃え上がったぞ。失礼いたします。今戻られたばかりのところ、誠に申し訳ないんですが、試合が終わりましたので、ホップ選手の圧勝です。準備ができましたら、バトルコートにお迎えください。もう一人誰だったんだろうね。準備ができましたら、技全部使っちゃったよね。あ、回復してんのか。はい、準備できました。なんかこんな人いたね。まもなくセミファイナルトーナメントの決勝戦です。戦うのはボッコ選手とホップ選手ともにチャンピオンが推薦したトレーナーです。いえ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 、テレビマクロのカメラマンです。撮影中ですのであ、すいませんでした。これいろいろ出してくるよね。ハロンタウンでのことがふと頭によぎったんだ。兄貴からポケモンをもらったお前と共にここに立つとはな。あの日の約束を果たす。いいか、勝つのは俺だぞ。バイユーリー、これはとりあえず蹴りで倒すか。ダイマックスはあっち多分草の出して、ね、家の、庭で戦っていたがスタジアムに試合だって燃えるぞ。燃える。相手が5引いてね、5回しか使えないから1回ミスったらねダメなんだよね。
いやもう決勝専用にね鍛えてるからね。カビゴン、カビゴンはこれどうなんだろうな、一応格闘効くだろうけど、やってみっか、せっかくだから。HP 高いよね。まあレベル勝ってるからね、なんとかなるとは思うけど。おお、いいねお前なら効果抜群を狙ってくるって分かってるからな。急所が上がってんのか、さすがだね。うん、性的性世界だわ。アーマーが、アーマーがは飛んでるから、ね、パチルド。これ、フリーズドライの方がいいか、これ。鋼だもんな。これはね、放電。まあ一応塊はしないだろうな。あ、回復した。たまんなかったね。これなんだっけ、バチーンって、黒いやつだ。結局何系だったんだろう、それって。このままいってみるか。一回戦ってるからね。まあどんなんだろうね、水じゃないから。固まんない。あ、呪い。食らってないもんね。何もしてきてないけどね。ピンチ？違う違う。こっから俺が勝つのが最高なんだよ。しかも、勝てるかい？火だぜ。相手はね。せっかくだから使いますか。ダイバーン。願い星に込めた思い、今は解き放つぞ、ダイマックス。
はい、ご苦労様です。ボッコ、サンキューな。お前がいてくれてよかったぞ。ジムチャレンジをクリアしたポケモントレーナーたちによるセミファイナルトーナメント。勝ったのはボッコ。ソニアから英雄になれるかもとか言われても正直ピンときてなかったけど、お前ならなんだかとんでもないことをするかもな。おめでとうだぞボッコに、スバーンたち。お、ボッコ、感動した。正直に言えば気づくと涙がこぼれていた。同じ町から旅立ち、最高のメンバーを揃え、お互いの全てをぶつけ合う。負けたくない思いを込めた技、あらゆる要素において純粋な試合だった。君たちに推薦状を渡すのを迷っていた。トレーナーがいたとはな。それ兄貴だぞ。だからこそ俺は俺自身とチームメンバー全ての力をチャレンジャーにぶつける。俺の前に立つチャレンジャーがボッコ、君であることを心から願うぜ。そうだぜボッコ、大事なのはここからだもんな。とりあえずホテルで体を休めたいぞ。その前にエネルギー補給だ。何か食いに行くとしよう。いいけど兄貴、味にこだわらないからな。せっかくだからうまいもん頼むぜ。お、ファイナルじゃないからね、まだね。でもセミファイナルって、そうだよね、ファイナルに向けてなんかな。セミファイナルやってファイナルなんのかな。ボッコ選手、ボッコ選手ってば、ちょっと質問いいですか？チャンピオン、ダンデさんが推薦なされたのは、ボッコさんとホップさんです。ライバルと言えるホップ選手に勝った気持ちを教えてください。嬉しい、ピンとこまい、たまたまです。たまたまです。なるほど。では、ホップ選手に声をかけるとしたら、さすがライバル。なるほど、ライバルですね。つまり、ファイナルトーナメントに勝ち抜く自信ありますか？あります。もういいだろ、僕はくたびれてるの。それにちょいちょい失礼な質問しちゃってるぞ。俺たちさ、兄貴と約束があるんだぞ。悪いけど終わりにしてくれない？わかりましたよ、ニュースターの誕生を期待していますからね。うう、有名人って大変だな。兄貴、もう早く来いよ。もう俺腹ペコだぞ。数時間後。遅い、おかしい。どんな約束も守る兄貴だ。チャンピオンになったのも俺との約束だったんだぞ。飯の時間を守るぐらい全然余裕だよな。お？ノイジーな野郎ですね。それだけ騒げるなら試合でもっと全力を出せたよね。悪そうな顔と格好でまともなこと言わないでよ。ネズさん、こっちは真面目なの。見た目で判断してるんじゃお前が勝てないのも納得です。大体チャンピオンならローズタワーに行きましたよ。え、どうして？さあよくわかりませんが、モノレール乗り場で会いましたよ。ローズタワーに行くため、約束の時間に遅れること、あなたたちに伝えてほしいと。ローズタワー、今更なんかあるのか？ネズさん、ついでだからローズタワーに案内してよ。俺もボッコもローズタワーの場所を知らないし。やれやれ、一言で言うと人使いの荒い兄弟です。そうですね。ファイナルトーナメントが始まらないと俺も困りますし。何より俺に勝利した君たちは嫌いじゃないですしね。わかりました。エール団みんなで遊びに行くとしましょうか。イエイ、ネズさん、最高。みんなでガンガン行っちゃうぞ。行っちゃっていいんかな。はい。ということで、まあ、ここで終わろう。一回ね。まあ、セミファイナルですけど、まあ、かなりね、鍛えてきたので、まあ、そのまま来てもよかったんかな。とりあえずね、いろんなポケモン捕まえているので、まあ、後で紹介しながら行きたいと思います。まあ、レベル上げるね、手間が省けたので、もっと強いでしょうね。後で出てくるので、まだなんか出てきますよね。なので、まあ、こっからはあんま上げないように行きたいと思います。危なかったらまた上げますけどね。
まあなんだろう、クリアした後もなんかあるんかもしれないから、絶対このレベルじゃまずいってのもあると思うので、まあちょっとわかんないですけど、そこはね。なんでまだね、行ってもない場所なので、そこはね、また行ってから考えるとしましょう。はい。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。